コンテナ二票とは、日本貨物鉄道及びその関連会社の鉄道コンテナ貨物輸送において、二札の役割を果たしていた伝票である。なお、貨車においても似た様式のものが使われているが、こちらは、貨車車票と呼ばれる。二役を円滑に行うために、空コンテナを除くすべてのコンテナに付けられており、行き先や、積載列車番号、中継駅など、 二役担当者の作業に必要な情報がすべて記されていた。また、速達性を求められる荷物には、急送品二票を付して、速達列車に優先的に積載する等の工夫がされていた。1959年に、旧国鉄がコンテナ貨物輸送を開始した時より使われている二票は一定の成果を上げていたが、しかし貨表は、 列車走行中などに紛失しやすいといった欠点もあり、また口述する理由により効率化が求められることとなる。そこで2004年より稼働した IT フレンズトレースシステムが後に本格稼働するに伴い、2006年1月をもってコンテナ2票は廃止された。フレンズはフレイトインフォメーションネットワークシステムの略称。この新システムにより、 コンテナ積載列車や駅構内での所在位置、持ち出し情報などはフォークリフトでの2 0時に即時、把握が可能となった。JR 貨物での廃止後も、臨海鉄道各社や通運事業者などが、独自の可表を使用している場合がある。海上コンテナや IC タグが故障したコンテナの場合、従来通りに表が使用される。可表差しがないコンテナの場合、 ガムテープなどで本体に貼り付けられる。2 0 5 2 5 2トルの紙製で手書き、または自動印刷により2枚一組で発行する。コンテナには左右両面に1箇所ずつ可表示が設けられており、その両側に1枚ずつ入れる。これにより列車の左右どちら側からでもに役ができるよう工夫されている。可表には着液名が大きく表示され、人。 入家人、委託通運事業者名及び発駅名と内容品名が合わせて表示される。また、特段の指定や追加情報がある場合には、到着指定日や、積載列車番号、中継駅、列車番号なども表示される。なお、列車の遅延等により、中継列車の変更があった場合は、手書きで修正する等により対応する。GPS を装備したフォークリフト、 根室本線新富士駅帯機汚染や地球温暖化などの環境問題が深刻化する一方の昨今、環境負荷の高い自動車や航空機などに代わり、環境負荷の低い輸送手段を利用するモーダルシフトが急務となっているが、その担い手として鉄道貨物輸送が注目され、活用が期待されている。ところが、鉄道貨物輸送は環境負荷の低減や定時制では、 格段に優位である反面、拠点間の大量輸送を主体とするため、二役や中継に時間を要し、またダイヤの都合もあって、随時性、速達性を求められる荷物では利用しにくい実情があった。そこで、JR 貨物では、需要の大きい都市間輸送において、高速直通列車を増発するなどダイヤを工夫する、高速運転に対応する、新型機関車、 貨車や貨物電車を開発、配備する、貨物駅に宅配事業者等の物流拠点を誘致する等の対策に加え、着発線、二役方式の採用など二役の効率化、迅速化や利便性向上にも取り組む。その一環として JR 貨物では IT フレンズトレースシステムを開発し導入した。その主な特徴は次の通りである。なお、これらに加え、 従来は通運事業者に委託していた2票の取り付けを廃止したことによる委託費の軽減効果なども期待される。ありがとうございます。